ありがとう。今日も会えて嬉しいよね。そうだね。とりあえず飲むか。うん。え、何そのキャラと言ったの？別にそのことない。指名替えとかってダメじゃん。まあ、そうですよね。ルール的にそれを踏まえて流星君的にはどうしたいかなっていう。もらえるならまあもらいたいかなと思ったりも、うん、私のお酒が一番美味しいでしょ。いやそうだね、一番楽しい。え、そうでしょ。そうに決まってるよね。次どこ連れてってくれんの？お店終わった後。どこがいい？欲しいでしょ。やっぱ気持ち悪い。ハンカフにやります。
丈夫、爆弾になるから大丈夫。え、もう爆弾とかじゃないわ、指名を戻すね。え、そしたら爆弾じゃないでしょ。そんな簡単にできないよ。できる。いいの、これで私の家に毎日モンタクが来てる。え、嫌でしょ。嫌だけど、嫌だけど、優先が嫌だって言ってるからさ。え、じゃあ持って帰ってよね、持って帰って。私の家にも毎日来れるってことだし、もう半同棲みたいな。私もうルールを決めた。ルール、ルール、同棲のルール。大事でしょ、恋人とか。まあまあまあ大事だよね。うん、家事分担。家事分担、これは絶対。うん、で、2、結婚のために貯金する。よし、絶対喜ぶと思うんだよね。こんなに可愛い、スペック高い女。スペックが高いけど、さすが流星、よく捕まえたなって言われるんじゃない。あで、3、お互い、2デート、2人きりで出かけない。で、同性の友達、マコンタとかと遊ぶ時も、絶対に隠さない。全部連絡しつつ、はい、で、4、はい、ホストを2週間以内にやめて。すごいこと言うね。絶対にね、2週間以内はダメ。悔しい。悔しい、悔しい。え、このルール欲しかったでしょ。あー、悔しい。残念だったね。え、てかさ、来た時から思ってた。さっきもそうです。え、正直つまんないの。なんでもないよ。楽しそうじゃない。いや、全然そんなことないよ。楽しいけど。え、なんそれ、口だけじゃん。楽しいんだけど、俺彼氏でもないし、鍵もやっぱもらえないし、返そうかな。あ、なんで？俺はまだ彼氏じゃないし、鍵ももらう権利もまだないから、それはまだ大事だ。だって私があげるって言ってんだから、もらえばいい。ちょっと緊急なんですけど、この間、僕からその流星に指名変わった子いるじゃないですか。あの子がと今流星ちょっと揉めてて。なぜひどすぎる。私のこと大好きだったんじゃない。そう、2週間以内にホストやめてって言ってたけど、それもやっぱ急すぎるし、いきなりそれ言われても俺も困っちゃう、やっぱり。なんでここで頑張ろうって今覚悟決めて入ったから、それは応援してほしい。ホストなんて早くやめねえ。俺はここで頑張りたい。まだ入ったばっかだし。いいじゃん、入ったばっかなの。やめたって変わんないよ。え、でもさ、鍵ってどういう感じ？形状こういう感じ？俺の？これ持ってないの？違うよ。普通の鍵だよ、俺も似たような感じ。ね、これちょうだい。これで家に遊びに行く。でも家わかんないでしょ。調べるもん。調べるでしょ。俺はちょっとまだあげれない。なんでまだって。じゃあいつかくれるの。まだ付き合ってもないし、彼氏でもないから俺。今告白してそこでアンドル成立させよう。まあ、まだできない。なんで。俺の気持ちがまだ。付き合ってくださいって言えばいいだけじゃん。大丈夫、どうしたの、またもや。職場する気持ちはわかるけど、この前指名出したばっかだし、ちょっと急展開すぎんじゃん。鍵はね、早いと思われたら。気持ち悪しいですよ、本当に。何その気持ち悪しい。どう回しに迷惑ですって言ってるようにしか聞こえないんだけど。指名替えは許可してくれね、鍵。いや、もっとちゃんと言ってよ。まあでも鍵どうこうはね、彼が決めることだから、ちゃんと。
そんなね、会ったばっかで同棲するのも違うと思うし。なんでそれ、聞こえてないけど。まあそうだけど、意味わかんないんだけど。実家に住んでもいいんだよ。いや、もらって。いやいや、爆弾になっちゃう。大丈夫大丈夫。でもいいじゃん、もらって。いや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 、なんで断んの。だけど、てるさんこの前、その寛大な心で許してくれたわけだから、指名替えを当たるのはちょっと違うと思う。なんで 俺に当たってくれれば別に本田さんでもヒカルさんでもない、当たるのは当たらせるようなことしてる自分だから。俺の責任なんだけど、それは俺に全部言ってほしい。意味わかんない、誰全員。家に帰れないね、これで。帰りたいでしょ。帰りたいよ。帰りたいの、ここに入ってたとってでしょ。ここ、下着の中にあるから、こっちです。いや、それ自分で取って、誰出して。自分で取って、自分の家の鍵だよ。それ今取ってる。俺触れないから。いいよ、取っていいか、取っていいよ。俺がやだ、俺がやだ。なんで嫌なの。嫌ってないで。恥ずかしい、照れちゃう。まあ、鍵は返してあげなよ。え、じゃあ返してあげたかったら、ひかりくんが来る。いや、なくなくなっちゃうから。なんで一緒に撮って。一緒に撮ったら怖くないし。いや、いらないよ。撮るなよ。鍵は結局、帰ってこず持ってかれました。服の中っていうか、まあ結構がっつり下着の中に鍵が入ってしまってたんで、まあそうですね、鍵がない以上はもうなんか24時間やってる鍵屋さんとかそういうのにお願いして無理やり開けてもらうしかないんで、さすがに相手も僕の家の場所までは知らないんで、まあちょっと痛い出費ですけど、それ仕方ないかなって。